始めたいと思います。皆さんこんにちは。ありがとうございます。平日の昼までこんなに集まるとは本当に嬉しいですね。はい、今から参政党の街頭演説会、また、神戸大学前にて、3回目になりますかね、行わせていただきたいというふうに思います。今日はですね、弁士が3人の予定でしたが、1名ちょっと選挙の説明会で、どうしてもそっち行かないといけないということで、今日はですね、先ほど記者会見が終わりました、ここ兵庫県の選挙区支部長立候補予定の西村忍さんと私神谷総平で送りたいと思います。よろしくお願いします。はい、今日予定では12時から2時と言っておりましたが、街頭演説の方は1時半で終わりまして、30分はちょっとサインをしたりですね、皆さんと写真を撮ったりする時間に、使いたいなと思いますので、正味、街頭演説は90分ということで行わせていただきたいと思います。途中皆さんから質問を受ける用意は、松原さん、質問を受ける用意はあるんですか？ありますね。じゃあ皆さんの質問を受けたいと思いますので、まあ、聞いててこう聞きたいなと思うようなところありましたら、後の休憩タイムの時に、あ、休憩じゃない、質問タイムの時に、聞いていただきたいというふうに思います。はい、では改めましてよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、もうね、この関西、私24年間住んでおりましたので、今は石川県におりますけども、まあ、神戸なんかね、まあ、しょっちゅう友達と遊んでるところなので、こういう街で街頭演説をするというのは非常に何かこう難しいような気持ちをしますけれども、この参政党、街頭演説初めて聞かれる方どれぐらいいらっしゃいますか？結構多いですね。ありがとうございます。まあ、一度は見た方がっていう感じですね。はい、ありがとうございます。参政党、またいつもの話をします。この党の名前、どういう党かという説明をしないと新しい党なんて分かってもらえません。皆さんが参加できる政治を作る党ということで作ったのがこの参政党です。構想からは4年、そして結党から2年、経って今ですね、党員はなんと3万5000人を超えまして、はい、今度の、ありがとうございます、今度6月22日から参議院の選挙始まるんですが、こちらにはですね、48名の候補者を立てて全国で戦おうと、そういう体制が整いました。はい、48人、区切りのいい数字なので、参政党48っていうのを結成しようかなと思っています。はい、みんなでダンスは踊りませんが、はい、参政党48ね、いずれ全員お披露目したいと思いますけれども、まあ、そういった、今広がりが全国に出ている、そんな政党です。皆さんに参加してもらうために、先ほど県庁でも記者会見してきたんですけども、何が他の政党と違いますかってよく聞かれるんですね。それは党員になって、今日このオレンジの代々のですね、 T シャツを着ているメンバーたくさんいらっしゃいますが、彼は大体党員です、ね、党員の皆さんが兵庫県なら兵庫県で支部を作られています。その支部を通じて皆さんの声が国政にちゃんと届くような仕組みを作っています。党員になっていただく、で、党員になるだけでは支部には自動的には入りませんが、支部に入ってもらえば、そこに支部長さんとか副支部長さんとかいて、皆さんで定期的にミーティングをされます。そして党本部からこれについて話し合ってくださいみたいなことをお願いするときもあります。そうすると、支部の方々で集まって、今120名ぐらいですかね、兵庫県で120名支部員がいるそうなんですが、その方々が話し合って決めたことが、今度は全国の支部長会議というところに上がっていきます。で、私そこにも参加してますので、そこで一緒に話し合って、そこで例えば兵庫県で話し合ったことが非常に合理的で、これは全国でやるべきだということになると、兵庫県の支部で決めたことが全国の政策や党運営のルールになっていくと、そういう仕組みにしてるんですね。はい、これ非常に手間がかかりますけれども、でももし皆さんがね、政治に参加するって時に選挙に1票入れるだけじゃ参加してる気しないじゃないですか。世の中いっぱい変えてほしいことありますよね。でもただただ1票入れてるだけで全然話す機会もない、ね、議論する場所もない、で国会議員なんて選挙の時しか顔見ない。それではですね、皆さんなかなか参加して一緒に考えてって言えないじゃないですか。だから非常にこれは手間もかかるんだけれども、やっぱりこうやってみんなが話し合って決めたことが上に上がっていくような、そういう仕組みを取ってます。もちろん言ったことが全部形になるわけではありません。まず皆さんの声がちゃんと支部の人たちに理解してもらって、支部として、あ、これやっていくべきだよねという支部の賛同を得ないといけないんですね。120人の賛同を得るのは結構大変です。思いつきの意見は通りませんし、画面について私が困ってることだけ何とかしてって言ってもそれも通りません。そんなのはあなた自分でやりなさいって支部長が言いますから。そうじゃなくて、これは兵庫県の課題として、もしくは日本全体の課題として、こういうことをやっていきたいねと
ということを皆さんで話し合っていただいて、合意がまとまればですね、それが上がっていって政策になるという、そういう仕組みにしています。人数が増えてくるとそれもだんだん大変になってきますが、でもなんとかですね、党員が10万人になるくらいまでは今の仕組みでですね、きちっとやっていこうというふうに考えています。10万人を超えたらもう少し、話し合いのプロセスをね、段階を分けてもうちょっと時間をかけてやる必要があるかもしれませんが、これが他の党との一番の違いです。それともう一点、これがいつもの話になりますが、そうやって話し合ってみんなで何かを決めていくために一番大事なものがあります。それは何か、それは情報なんですね。情報です。今皆さんが政治に参加したいと思っても情報がきちんと伝わってないと思いませんか。もう2年間コロナやってます。未だに2類相当と扱われてますし、我々の国の保健行政をアメリカ人に任せるんですか。おかしいでしょ。こういうことをちゃんとマスコミは報道し、そして国会議員は国民にそれを投げかけて、皆さんどうしますかって聞いてますか。聞いてないですよね。なんで聞いてないかったり、何も説明しないところで物事を勝手に進めていくんですかね。我々コロナ対策で80兆円も使ってくれと言いましたか。11兆円ね、使途不明金作ってくれて言いましたか。それ選挙で通ってませんよね。何でも白紙委任してるわけじゃないんですよ。しっかりそうやって国家予算並みのね、お金を使うときには声聞いてもらわなきゃ。そして何かを進めるときにはメリットとデメリットをしっかり説明して、その上で我々の判断を聞いてもらうっていうのが民主主義じゃないんですか。そうですよね。それがもう全くなされてないんです。全くなされてないんですよ。もう国会議員もサラリーマンみたいになってしまって、党でね、抑えられるとコロナのことも言えないの。おかしいと思っていても、ひだまで話すと、いや俺もおかしいと思ってるんだよねということは言ってくれます、国会議員の人も。けどじゃあなんで言わないのって言ったら、いやそんなことは党から止められてるからということになるんですよ。これじゃあですね、私たちはどうやって情報を得ていけばいいんですか。コロナのことだけじゃないですよ。例えば菅さんの時ですけど、菅総理の時になんか電気自動車にね、日本の車を統一するみたいなですね、そんな方向性が出されましたよね。まあ統一するとは言ってないけど、電気自動車を推進していくと。東京都なんか電気自動車を買ったらですね、助成を出すと言っています。電気自動車なんでなんですか。エコだからって言ってますね。でも本当にエコなんですか、電気自動車が一番。私はトヨタのハイブリッドカーの方がよっぽどエコだと思っています、いろいろ調べると。そうでしょ。そしてもっと考えてくださいよ。トヨタ世界一の自動車企業になっています。かつてはアメリカの企業やヨーロッパの企業としのぎを削っていましたが、今もう圧倒的に日本車が世界一になってますよね。なんで世界一の座を明け渡さないといけないんですか、政府に言われて。そんなことをなんで政府が決めるんですか。我々国民が決めたらいいじゃないですか。電気自動車に乗るのか、ハイブリッドカーに乗るのか、そしてどっちがエコなのかっていうことをちゃんとデータで出してもらって、ね、でどっちが日本の経済を良くするのか、どっちが日本の国益にかなうのか、そのことを説明した上で政府の方針決めるべきでしょ。だって自動車産業ってすごいんですよ。日本一の産業ですよ。550万人がそこで働いています。家族も入れたら2000万人ぐらいの日本人が自動車産業でご飯を食べてるんですよ。そうでしょ。その産業を国が潰そうとしてるんですよ。これみんな怒るべきところじゃないですか。それを CO2 かなんちゃらかんちゃらっていうことだけでね、レジ袋の有料化ぐらいはまあ感化してね、いいとしましょうかね。まあ確かにエコバッグの方がエコかもしれない。まあそれは100歩譲っていいとしてもですね、なんでそんな我々の産業の根幹に関わるようなところまで勝手に変えられないといけないんですか。政治っていうのは国の産業を強くするためにやるもんじゃないんですか。国民の、ね、収入を上げるために政治をやるんじゃないんですか。もうここ20年ぐらいですね、自民党政権、自公政権、まあ政権交代したこともありましたけれども、日本の政府はですね、国民を豊かにしてないんです。これ
それが紛れもない事実です。そうですよね。で、この構造をなんで貧しくなっているのかということを説明してくれていない。そしていつも大事なことは国民に情報を伝えないのは決まっている。いつも選挙の時に言うのは何かを無料化しますとか何とかで女性を出しますとかそんなことばっかりけど、いつもそれはぶら下げられた人参で、選挙が終わるとその人参はどっかに行ってしまう。ほとんどがね、政府にお金をもらうんじゃなくて、例えば私たちが払ってる税金を減らしてくれればいいんですよ。政府が集めて無駄に使うより減税してもらって国民が自由に使った方が経済が回るんです。そうですよ。そんなことやってる国いっぱいありますから。それも今回参議院の争点で消費税とか載ってませんよね。けど十中八九上げてきますよ、消費税争点にしないで。そうでしょ。だから今度の参議院選挙で皆さん、私も国民ですから自民党に聞きたいのは、3年間消費税上げませんよねと、むしろ、ね、次の3年間減税してくださいと。今これだけ消費が冷え込んで、しかも政府の無駄なコロナ対策のせいでこんなに冷え込んでるんですよ。自分たちが政策間違えたんだからごめんなさいって言って減税するぐらいがいいんじゃないですか。そうでしょ。自分たちの言うことを聞く人にだけお金を配るなんていうのは税金による国民のコントロールじゃないですか。そうじゃないの。税金を下げてくれれば国民はそのお金が自由に使えるから政府のコントロールを受けなくて済む。政府はどんどんと税金を上げて自分たちの言うことを聞く飲食店にはお金を配るけど、自分たちの指導に従わないところにはお金を上げないどころか行政処分を下しますよね。こんな強権政治ってここ 2,30 年ありましたか。すごいことが今起きようとしますよ。こういう情報を本当はメディアがちゃんと、マスメディアがですよ、説明して国民に伝えないといけないの。私は別に煽ってるわけではない。事実を適宜して本当にこれでいいのかと皆さんに問うているんです。参政党がやりたいのはこういった情報を分析して皆さんに伝えることです。日本国民は基礎学力がしっかりしているからきちっと説明してもらえばみんなわかるんです。あえて情報を伝えずに目くらましをして違うようなニュースで目を引いている間に肝心なことを決めていく。水道を外資に委託するね、そういったこともどんどん決まっていくし、自動車だってさっきも言ったように勝手に電気自動車の方向に行っている、ね、それで国民が豊かになってね、生活に安心が生まれるんならいいですよ。どん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 不安になることばっかりじゃないですか、ね、この間も農薬の使用量とかはどんどん緩和されているし、世界のグローバルスタンダードっていうんだったらどんどん農薬とか使わない方向性ですよ。抗がん剤も使わない方向性ですよ。なんで薬、化学薬品をこんなに日本人だけが消費させられるんですか。なんでこんな日本人だけが精神病扱いされて精神薬をたくさん飲まされないといけないんですか。そこにいろんな情報のコントロールや利権があるじゃないですか。与党がそういった利権団体の応援を受けているならば野党がそれを作るべきだったんです。もう何年もやってるんだから。でも日本の野党は何をしてきたんですか。桜を見る会とかどうでもいいんですよ。そんなのそんなので国民の税金を無駄遣いしないでほしい。ちゃんと今私が話したようなことをちゃんと国会で聞いてくれる方がよっぽどまともな野党でしょ。そういう確かな共産党みたいだけど確かな国民の声をきちんと聞ける野党が必要なんですよ。共産党は確かな野党とか言うから被るんだけど、国民の声を確かに聞いてそれを政府にぶつける野党ももうなくなっちゃったの。結局もうみんな次の選挙のことばっかり考えて野党共闘野党共闘って言いながら結局共闘できずに喧嘩してるっていうね、そんな野党はもういらないんですよ。必要なのは国民の収入を上げて国民の健康を守り外国の圧力を跳ねのけてくれる政府であり与党です。
これが必要。そして野党はそうやってない、もし間違っている政府がいたら、それをちゃんとついていって国民の声を野党にぶつ、あ、政府にぶつけてくれるのが野党の仕事ですよ。そう考えたら、日本にはまともな与党もなければまともな野党もないんです。私たちはだから、もう700人いる国会議員には期待をせずに、自分たちで政治に参加しようと言ってるんです。そして皆さんの声がちゃんと国会に反映される仕組みを作りたいんです。仕組みが間違ってるんですよ。仕組みが間違ってると何回選挙やっても変わらないの。仕組みが間違ってるっていうことを言ってる政党がないから、国民の声をちゃんと反映させようという仕組み作りの政党がないの。結局今の与野党はね、与党は何か人参をぶら下げる権力を持ってるからね、野党はトンチンカなところをついて炎上させて何か自分たちの存在感を出そうとする、ワンイシューで国民の目を引こうとする、もしくは元タレントさんみたいな人がワンワン騒いでそれで注目を集めようとする、ね、で国民がかわいそうだかわいそうだって言って国民の悲しい気持ちに寄り添う、それは間違ってないけど、それだけじゃ変わらないでしょ。今ある政党ってそんなのばっかりなんですよ、記憶あるけど。そうじゃなくて、参政党が目指すのは、他の政党と違うのは、皆さんにこういった情報をきっちりと伝えて、皆さんに、国民の皆さんに考えてもらって、その声を国会に上げていく政党です。これがあるべき民主主義の姿なんです。昨日まで私、広島にいました。広島の候補者になってくれた浅井千春さん、彼女と一緒にデンマークに行ったんですね。彼女はずっと昨日もデンマークの話をしてた。なぜ自分がこうやって立候補表明したのかっていうところで、彼女はデンマークに行って意識が変わったんだっていう話をずっとしてました。まあ、私も一緒に行ったんで話せますけど、デンマークの方々は8割9割の人たちがちゃんと選挙に行くんです。そして自分たちの国の行く末を自分たちで決めるっていう、そういう強い意志を持ってる。政治家がちょっとでも自分たちの方向と違うことをやったら、バンバン選挙を落とす、ね、日本のメディアが何をやってるかっていうと、国の方向性を問うてるんではなくて、愛人がいないかどうか、出現しないかどうか、企業から献金もらってないかどうか、政治家同士で金のやり取りがないかどうか、マスコミのレベルが低すぎる。そんなことはね、小さい問題ですよ。愛人なんかいてもいいんだ。いいんですよ。だってね、そんなことで、ね、政治が潰してたら、誰がプーチンやトランプや習近平と渡り合うんですか？そうでしょ？そんなのイタリアのベルルスコーニさんだって、まあね、アメリカのかつてのクリントンさんだって、いっぱい愛人いたじゃないですか。公表してるじゃないですか。それで彼らクビになりましたか？そうでしょ？そんなところは問題じゃないんですよ。それはもうね、男性が浮気したら女性が奥さんにごめんなさいって終わりですよ。家族の問題だから。そうでしょ？そんなことを矢島根性で国民がキャン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 言うことじゃないのね。芸能人だってそう、ほっときゃいいの。そんなの芸能人なんだから。大事なことだから。それが目くらましなんです、皆さん。そんな目くらましの情報にやられないで、大事なことは我々が払った税金が無駄に使われていないかどうか、我々が稼いだお金が外国資本に吸われていないかどうか、日本人の、ね、健康を害すような薬や農薬がどんどんと日本に入ってきていないかどうか、そっちをチェックするのがマスコミの仕事ですよ。それをやってない国会議員、もしくはそれを金もらって誘導している国会議員を暴いて、そして順番に、ね、国民にそれを知らせていって選挙で判断を置いていくっていうのがマスコミの仕事でしょ。デンマークはこういったことをマスコミがちゃんとやってるの。だから国民は政治に期待を持って信頼があるんです。そして自分たちが投票すれば国の未来は変えられると思っている。実際にデンマークは政府が原発を作ると昔決めましたが、たった5人の国民が集まって国民運動を起こして原発をなくしたんです。いや、計画を潰したんです。
ね、もちろん僕は北海油田っていうのがあるから、石油があるからっていう理由もあるんだけれども、でもそれも含めて何がベストなエネルギー政策なのかっていうことを国民で何年も議論して、結局政府の政策を変えさせたんですよ。私そのリーダーの人たちに会ってきたから。5人からでもできるって言ってましたよ。まあね、800万人の人口と1億2000万人では規模は違うけどねっていうのはおっしゃってくれてたけど、でも800万人だったら大阪府とか兵庫県ぐらいの人口じゃないですか。だからいきなり国のことは難しくても、皆さん兵庫県民がその気になれば兵庫県政の形ぐらい変えられないとおかしいんですよ。デンマーク人ができてなんで日本人ができないんですか。それは仕組みができてないからです。仕組みを変えなきゃ。そう、その仕組みを作るためにお母さんがおっしゃった通り教育なんです。だから参政党は政策の一番に教育って挙げてるんです。参政党が一番政策で掲げてる教育はどういう教育かというと、子供たちがこれからの社会をどうするかを自分の頭で考える教育です。受験勉強は二の次三の次です。ですか、受験勉強だけさせて思考停止をさせ、そしていい会社に入ったり官僚になって、結局彼らがやることは自己保身ですから。もう分かったじゃないですか、今回のコロナのことで。僕はね、グラフを作ろうかと思ってます。調査して学歴と収入、そしてその人が持っている勇気のグラフを作ることですね。学歴と収入が上がると勇気がなくなるんじゃないかと、正義感がなくなるんじゃないかと思うんです。そうとしか思えない。本来学歴や収入が高いっていうことは、これだけ人に能力が高けてるっていうことでしょ。その能力は誰のために使うか。これは自分は恵まれた力を持ってるんだから、力を持ってない人たちのために一生懸命使うのが力を与えられた人たちの責任なんですよ。これはこの間そこでね、やった時に東大の宮沢先生も言ってくれてたし、アニメでは鬼滅の刃の煉獄さんのお母さんが言ってますよ。そうでしょ。だから教育によってちゃんといいポジションを得た人たちは、自分たちはそういうね、力を与えられたんだから、この力を世のため人のために使いましょうねという倫理規範とか哲学みたいなものがなければ、どんなにいい大学に入れても意味がないの。そうですよ。だから今までみたいにもうやめましょうよ、学歴で人を判断するのは。偏差値では人は測れない。勉強が好きで偏差値が高い、それは立派なことですよ、ね、それだけ勉強をしたんだから、その努力は認める。でもそれと立派な人かどうか、国を任せていいとかどうかはイコールではないんです。国の仕組みを変えるときに大事なのは、本当に国民のために働こうとか、世の中のために頑張って何かをしようという人が評価される仕組みにし、そういう人が選挙で選ばれてくるような、そういう仕組みに変えないといけないんです。これを本当にみんなでやらないと、もう時間がないから、参政党はそういった人間が育つ場所を作っていきたい。学歴で人は見ないけど、僕は気づいたんです。最近参政党に今48人候補者がいると言いましたよね。きっと学歴でいうと武田先生と松田さんが東大卒です。あ、もう一人東大卒の人がいるな。3人東大卒の人がいます。でもその3人だけです。あとは僕も含めてそんないい大学が出てません。あと言ったら僕に怒られるけど関西大学ですいません関西の人もたくさんいるかもしれない。半分ぐらい、半分以上が高卒の方でした。別に僕学歴を見て面接してないから、皆さんの思いやそういった気持ちで人を選んでいったんですね。そしたら高学歴な人よりも学歴がそんなに高くない人の方が、今自分がねちょっとぐらい犠牲になっても、今回の参議院選でそうじゃないですか。参政党初挑戦ですよ。兵庫県で西村さんも立ってくれるけど、そんな簡単に勝てないですよ、自民党とか立憲民主党に。だから負ける前提じゃないですか。奇跡が起きないと勝てないから。でもそれでも自分の仕事を休んで、自分のお金を使ってみんなに協力をしてもらってお願いしながら一生懸命やってくれてるんですよ。皆
さん見といてくださいね。これから参政党が国政で出て議席を取ったらタケノコのように候補者が出てきますよ。俺も出たい俺も出たいと。なぜか勢いがあって通ると思うからです。でもね、そんなのは偽物なんですよ。勢いがついてから乗ってくるのは偽物。今この負ける可能性が非常に高い。なんとか全国で力を合わせて何議席が取れるって、そういう選挙だから、そういう選挙に渦中の国を拾うつもりでやってくれる西村さんみたいな人たちが本物なんですよ。参政党はそういう人たちを見ていきたい、応援していきたい。そういう人たちを皆さんの代表として前に立ってほしい。学歴があるないじゃない、お金があるないじゃない、ね、まっすぐな気持ち。みんなが困ってるからちゃんと自分が、ね、勉強してみんなに情報を伝えて皆さんに喜んでもらえる、そんな政治をしようっていう人いるんです。でも今までの仕組みの中ではそういう人たちが上がってこなかった、候補者になれなかった。だから参政党はそういう人たちを選びます。必ずそういう思いを持って人たちを選びます。今回一緒に戦ってくれる僕以外の47人の方々には、僕は参政党の事務局長として今回協力してもらったことを絶対忘れない。そして皆さんがまた政治家を今度もやりたいと思えば選挙に出るのも党として応援するし、いやもう今回は助っ人で入ったからサポーターでやるよって言うんだったら、またそのサポーターとしてその方々の声がちゃんと政治に届くように僕が指揮を取ります。そうやって馬場を引いた人ね、しんどい思いをした人がちゃんと評価される、そんな日本に戻しましょうよ。容量だけかまして試験勉強だけやってみんなの前ではいいこと言って嘘で舌を出してるような人が多すぎるんです。そういう人たちが政治をやったり力を持ってしまうと今みたいな社会になる。でもそんな風に教育を変えてしまったのは GHQ です。日本人はこんなんじゃなかった、もっと昔から世のため人のためという気持ちでね、自分が生きてるだけでもありがたいんだと、ね、お天道様のおかげだ、皆様のおかげだ、世間様のおかげだ、だから自分も何か恩返ししよう、そういうおじいちゃんおばあちゃんいたじゃないですか昔は。そういう方々がだいぶ亡くなってしまった。僕のおじいちゃんおばあちゃんももう僕は小学生中学生で亡くなったけど、そういうこと言ってましたよ。僕はおばあちゃん子だったからいつもおばあちゃんと一緒にいた。だから僕の気持ちはきっとおばあちゃんの気持ちなんです。小さい時に一緒にいた人たちの感性や気持ちが子供たちの心に移るの。僕はだからおばあちゃんに育ててもらってよかった。そういった人たちの思いまだ覚えてる人いるでしょ。でもなんか世の中せちがらくなったよね、みんなお金とか自分のことしか考えなくなったよね、自分さえ良ければいいんだという人が増えたよね。だから人も信頼できないし、それだったら私も自分のことだけやっとこうかな、どうせ人のためにとか言ったってね、自転車ぶるなって言われて馬鹿にされるだけだよね。そういうふうに大人が諦めちゃったんじゃないんですか。そして政治とか街づくりとかそういったことからどんどん離れて自分たちのことだけしかやってこなかったんじゃないですか。まあそういうふうにね、社会が誘導された面もあるでしょう。でもその結果が今だから、それをもう一回思い出して日本社会をもう一回作り直しましょうよ。こういうことを訴えるのが僕は政治の仕事だと思うんです。なんかお金を配りますとかね、なんかをやりますとか、あと政治家を叩くとか、僕もたまに叩いちゃうけど、でもそれは本当の政治じゃないし選挙じゃない。みんなの心をちゃんと組んで日本人の本来持っている心に訴えて、ね、僕は人情だと思うけど、そういった人情をもう一回奪還してみんなで昔の良かった頃の日本を取り戻すんですよ。経済的には今よりも貧しかったかもしれない、物は今よりもなかったかもしれないけど、人間同士のつながりとかが深かったんじゃないんですか。そうですよね。江戸時代末期に後半にたくさんの西洋人が日本にやってきて、彼らは口を揃えて言っている。こんなに国民が幸せそうな国はないんだって、こんなに子供たちが笑顔で大切にされている国はないって書いてますよ。
物は溢れてない、粗末なものを着てるけど、物質はたくさん持ってないけど、こんな幸せそうな国は見たことないって言ってる。そんな日本に戻したいんです、僕たちは。それが参政党が目指す日本の形ですよ。でも彼らはこうも言っている。でもこの美しい情景がもうすぐなくなるだろうと書いてますよ。なぜか西洋人がその害悪を持ち込むからだというふうに予言されています。あれから150年、日本は実際に西洋化されてしまって、頭の中も着るものも食べるものも全部欧米化されてしまってですね、そして都合が悪い、いい時はグローバル化だと言われ、そして日本の伝統や文化風習を壊す時は多様性だと言われるんです。日本人は多様性を認めないってね、違うでしょ。日本の慣習文化、日本の心が我々の多様性じゃないですか。なんでそれを西洋に合わせないといけないんですか。そうですよね。会社だってみんな株式会社にされちゃって株主のもんだっていうんです。違いますよ。会社は社長や社員さんのもんですよ。みんなが家族のように助け合って、みんなでいいものを作って世界に売ってきたんでしょ。それが日本の強みだったのに、それが見えない株主のものにされてしまって、彼らに配当を払わないといけない。そのためには従業員に給料払わないんだ、払えないんだ、ね、売り上げがあったら内部留保しとけと、そう言われて日本人の賃金は下がってきた。さらに言えば、これもアメリカに言われて、日本が株の持ち合いってやってたんですよね。トヨタや神戸製鋼でもいいです、大きな企業がそうやって銀行からお金を借りてくれた、高い金利で、ね、そして利益を上げる、当然金利も払うんだけど、銀行はその企業の株を持っているから株の配当ももらうんですよね。金利と配当をダブルでもらうから、銀行はものすごいお金が入ってくる。でもそのお金を誰に配当したのか、日本人ですよ。銀行に預金している日本人に、日本の企業が持ってれば、日本人が働いたお金がちゃんと日本の銀行を通じて国民に分配されていたから、高度経済成長できたんじゃないですか。ちゃんと国内でお金が循環してたからでしょ。その日本のシステムに脅威を感じたアメリカが、それを潰せというふうに自民党に指示を出していったんですよ。最初は抗いました、政治家も官僚も。でも抗った人たちは消えていったり、マスコミに潰されましたね、いろんなスキャンダルで。だから僕たちも必ずマスコミのスキャンダルで潰されます。でも潰されること分かってますから、潰されますよと先に言っておきます。だから私たちが潰されたら、それは私たちが正しいことをしたということです。そう思ってください。明らかな刑事犯罪はダメですよ。人を殺したとか殴っちゃったとか、そんなのは僕らが悪いけど、そうじゃない怪しいやつね、痴漢をしたとか失言をしたとか不倫をしたとか、そういうのは違うんです、怪しいんです。そういう時にマスコミがわーっと騒いだら、その時こそ、こうやってガイドエンジンを聞いてくださった皆さんは、参政党をやってたことが実は虎ノ尾だったんじゃないかな。でもその虎ノ尾を踏んでいかないと変わらないんですよ。それをあえて命をかけてやるのが政治家の仕事なの。その家族がない人は政治家をやっちゃいけないの。国会議員なんか絶対やっちゃいけないの。自分が黒塗りの車に乗りたいとか、新幹線にタダで乗りたいとか、ね、可愛い秘書を雇いたいとか、そういう気持ちの人が国会議員をやっちゃいけないんです。国会議員は自分たちでちゃんと仕事を持ってる人たち、僕も持ってますちゃんと。だから国会議員の歳費なんかなくても、ちゃんと生活ができる基盤を持っていて、ね、でこいただいた歳費は政治活動に使える人たちですよ。で別にそれがなくなったか、なくなったって別に自分は生活できますよというぐらいの人、そのぐらいの人たちにやってもらわないと、結局お金で転ぶんだ。お金がないんですよ、政治にお金がかかるから。でお金がかかる部分は国民が負担しないといけない。すでに政党助成金で皆さん取られてますけどね、税金で。けど参政党みたいなちっちゃい党は政党助成金一円もくれないですよ、ね、自民党なんか140億もらってんだから、政党助成金。 N 国さんとかですら2億数千万もらってんだから。でも我々は1円ももらえない新しい党だから、私たち国政に行ったらちょっともらえるけど、
けど、そういうのがない人たちが立ち上がる仕組みが全くない日本には。だからそこはぜひ皆さんが協力してくださいよ。それを何に使ったかちゃんと明らかにします。今回も3億5000万ぐらいもうすでにね、投票も含めて集まったけど、でも口座に見てみたら僕びっくりしました。2700万ぐらいしかなかったから、あ、2億7000万ぐらいしかなかったから、8000万もうかかってるんですね。いろんなパーティーをやったり、こういう車を作ったり、やっぱお金かかるんですよ。別に誰の利益にもならないけど、こんなことをやってもね。けどどうしてもかかっちゃうの。別にばらまいてなんかない、絶対そんな買収なんかするお金はない。けどそれでもやっぱりお金がかかるから、だからそういったところは皆さんに支えてもらって、クリーンな政治をちゃんとやらなきゃ。文句ばっかり言ってたって政治家が腐敗するだけ。だから何度も言いますよ、参政党とかに入って一緒にまず勉強しましょう。何が日本の課題なのか、なんで自分たちは貧しくなってきたのか、なんでこんな変なコロナ対策がずっと続いているのか、そこには理由があるから。 PCR だってそうでしょ。あんな根拠のない検査やったってね、意味がないって分かってるのに、国連 WHO にやれって言われている。お医者さんたちはあれやるだけでどんどんお金もらえるから。 PCR は無料じゃないんですよ、我々の税金でやってるんですよ、ずっと。そうでしょ、ワクチンだってそうですよ、打ったら打った分だけお金になるんだから。だから自分たちには打たなくても患者には打つんだ。でもしょうがないって言うんですよ、こういう医者に聞くと。だってみんなが打ってくるって、打ってくれって来るんだからと。でそこでリスク説明してるんですかって言ったら、そこで頑張りを決め込むんですけど、来たらちゃんと説明してあげなきゃ。そうでしょ、そういうことを現場の人は教えてくれなかったりするから、ちゃんと勉強しましょう、みんなで。みんなで勉強をして、そしてみんなの意見を上げて、で候補になってくれる人はなるべくお金に困ってない人ね。お金に困ってる人が政治家やったらろくでもないから、別にお金持ちじゃなくてもいいんですよ。最低限自分の生活が維持できる状態にある人、そういう人たちが自腹を切ってやらせちゃダメなの。みんなの調剤で選挙やってもらうんですよ。選挙は、活動は国からもらえばいい。で選挙の時は本当にお金がかかるから、そういうのはみんなのお金で支えてもらう。その代わりみんなのお金であんた通ったんだから、ちゃんとみんなの話聞いてよ、ちゃんと私たちと話し合いしてよ、ということを議員にもちゃんと約束する。そうじゃないと今みたいに議員が勝手にお金集めて勝手に選挙やってたら、国民はもう単なるお客さんですよ。選挙の時だけいいこと言って人参ぶら下げて票入れてくれたら、あとは裏で下出してあったんべーでしょ。はい、選挙終わったしもういいやですよ。そんなの僕山ほど見てきたから、政治家で。でそんなのずるいよ、ダメだよと、もっとちゃんとやれよっていうことですね。何正義感ぶってんだとね、そういうふうに言われてきましたよ。でもそういう政治を終わらせないといけない。それには議員を選ぶ我々から変わらないと、仕組みが変わらないんです。その仕組みをみんなで作るために参政党を作ったので、まだまだ盤石な基盤とは言えないけど、今度国政にちゃんと議席を取ったら、永田町に拠点を作ってきちっとスタッフもね、正規雇用の人を増やして体制を作りますよ。そしてこういう体制にしましたということをきちっと皆さんに見せますよ、党員の皆さんに。でそれでもし皆さんおかしいと思えば言ってもらえば変えますよ。そうやってみんなで作っていきましょうよ、勝手に一部の人たち。ありがとうございます。勝手に決めて選挙の時だけ何か言ってくるような政党じゃダメ。普段の活動が大事で、普段の活動をちゃんとやってたら選挙の時にわざわざ訴えなくてももうちゃんと党員とか国民が分かってくれてて、うん、もうあの党は大丈夫だと、あの党はちゃんとした人を選ぶからね、そしてちゃんと普段から対話してるからね、毎月1回2回勉強会してるからね、そういうような状態を当たり前にして、こんな本当はね、こんな目立つところに立ってこんな大きなマイクで騒ぐのは外国ではやってないんですよ。だから選挙カー使ってワンワン騒ぐって本当恥ずかしいことなの。けど今はそれをやらないとなんかみんな集まってくれないから、こういうことをするんじゃないの。デンマークはこんな選挙しないから、普段から政治家がちゃんと皆さんの中にいて皆さんと一緒に話をするの、ね、で話を聞いて、でずるいことをしたら皆さんが怒ってやめさせるの、そういう普段からの関わりが大事で、日本みたいに政治と宗教については語っちゃダメとか言ってるのは世界では非常識です。政治と宗教、宗教というか信仰心ね、自分の哲学ね、こういうものが大事だから、だから無宗教って言ったら海外では馬鹿にされるんですよ。
私にはこういう信念哲学がありますと、政治的にはこういうことを考えていますということを話せないと国際人材としては認められない。政治と宗教を私抱えたくありませんなんていう日本人は世界で通用しませんから、ちゃんとみんなが普段からそういうことを話して自分の主義主張をちゃんと言える、主義主張の違う人ともちゃんと話し合える、そういう日本を作っていかないと民主主義のレベルは上がらないし、それが上がらないとどん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 我々はお金の力で情報にコントロールされ自分たちの自由を失っていくんです。それを止めたいから参政党です。もうね、止めるのは国民しかいないから、白馬の王子様現れない、ヒーローは現れません。僕も昔橋本徹さんとかに期待しちゃったことあるけどダメでした。安倍さんも安倍晋三さんも日本を取り戻せなかった。だからもういないんです。自分たちでやりましょう、みんなでやりましょう。私たちが皆さんがちゃんと参加できる仕組みを作りますから、参政党と一緒に日本を取り戻そう。以上です。